安倍宇野八安倍宇野八大正十三年十一月十四日は、大正期の札幌区長、ジャーナリスト。阿波国板の郡木津村に、名主、安倍伊蔵の次男、滝本五郎の長男として生まれ、叔父、安倍公人の養子となった。旧制徳島中学卒業後、八百七十七年に、東京に出て、三菱商業学校と、慶応義塾で学んだ。 1881年帰郷し、安倍康人の娘の久しと結婚する。1882年、大阪新報の記者となり、後、大阪毎朝新聞に転じ、大阪毎朝新聞は、郵便放置新聞に吸収された。1886年、ジップ五郎と洋服工人が高産者農場を開拓していた、北海道札幌に渡って、北海道長族の管理となった。 翌年、郵便放置新聞の検証論文に応募した、国税、税法大改正案が一等に選ばれたのを機に、北海道庁を辞し、小樽の実業家、山田吉兵衛の誘いを受けて、北海新聞及び札幌印刷所の経営に当たった。1九百一年、北海道毎日新聞は、北門新報及び、北海時事と合併し、北海タイムスとなったが、引き続き理事として、 経営に当たった。この三者の合同には、北海道における、声優会の地盤確立の意図があったとされる。1913年、札幌区長に選出され、1919年まで在職した。その他、北水協会幹事長、幹事を務めた。また区長退任後は、北海道青年協会を創設し、北海青年を創刊した。三男の安倍健夫とは、 低心賞、鉄道賞技士を経て、北海道新聞社長、北海道放送所代社長を歴任した、札幌公共楽団設立の中心人物でもあった。ありがとうございます。